内山浪士提唱聖号現像即身是仏第3最終回昭和55年5月17日京都総選寺にて収録。このゆえに個人には文字と真を知り得すれば大地に寸となし知るべし真を知り得するとき外天木楽し掃除れば、あるいは真を識得すれば大地さらに厚さ三寸を増す。孤独いわ、そもさんかこれ明星明神、千が大地筆月精神、明らかに知りぬ真とは千が大地なり、筆月精神なり。しかあれどもこの同種するところ進めば即あり退くればあまれず、千が大地神は千が大地のみなり、さらに波動なし風炎なし。筆月精神神は筆月精神のみなり、さらに霧なし霞なし。生じ古来神は生じ古来のみなり、さらに名なし語なし。障壁画略神は障壁画略のみなり、さらに霊なし水なし。次第御恩神は次第御恩のみなり、さらに馬なし猿なし。椅子ホッス神は椅子ホッスのみなり、さらに竹なし木なし。格のごとくなるがゆえに即身是仏不全な即身是仏なり、諸仏不全な不全な諸仏なり。しかあればすなわち即身是仏とは発心修行菩提涅槃の諸仏なり。いまだ発心修行菩提涅槃せざるは即身是仏にあらず、たとえ一刹那に発心修行するも即身是仏なり、たとえ一国未中に発心修行するも即身是仏なり、たとえ無量号に発心修行するも即身是仏なり、たとえ一年中に発心修行するも即身是仏なり、たとえ半権利に発心修行するも即身是仏なり、しかあるを調合に修行差仏するは即身是仏にあらずというは、即身是仏をいまだ見ざるなり、いまだ学せざるなり。即身是仏を開演する尚氏を見ざるなり、いわゆる諸仏とは釈迦牟尼仏なり、釈迦牟尼仏これ即身是仏なり、過去現在未来の諸仏ともに仏となるときは必ず釈迦牟尼仏となるなり、これ即身是仏なり。この前はあるいは真を識得すれば大地さらに厚さ三寸を増す、そこまで読んだんですが、初めての方もおられるだろうし、この一心一裁法一裁法一心ということはの話が分かっていないと、今日の話全く意味なさない。それだから、まあ一心一裁法一裁法一心という、そこからもう一遍繰り返してて、ざっと話お話ししてですねすることにします。この 一心一裁法一裁法一心、この心とか法とかというこのね言葉が仏教の一番この根本なんですね。でそれをこうはっきりさせないで読んでるから、
仏教の話が全く霞がかかっちゃうんだ。この真とか法とかっていう言葉ね、仏教ではね、いつでもその外界に対する内界と、こうそういう意味での心理的心を言うんじゃないんですね、仏教の場合は。いわゆる、仏教っていうのは内界と外界とこう2つにこう分けるってことは、もう実物から離れてその抽象的頭で分けた、その見るものと見られるものってね、いつもお話しするように、このもう この階の人、ああまたコップかって言うけれど、そのコップをこれ見てるね。そうするとこれみんな同じコップを見てる気持ちになってるんだ、これはね。しかし本当はそうじゃない。私は私だけの、私の視力で、私の光線加減で、私の角度から見てる。でこれだけの人がいるけれど、みんな違った角度で、違った視力で、それで、そういう光線加減でこう見てるんでしょ。だから同じことはないよ。これ一生懸命ほっぺたとほっぺたと合わせてこうあれした、見たって、その角度はもう違ってんだから、そういう点から言ってね、絶対に同じコップを見てるんじゃないんだってこと、これもそれこそ繰り返し繰り返し言ってんだけど、これ大切なんですよ。それでコップも見てる、同じコップ見てんじゃない、俺だけが見てるコップなんだ、このコップ一つ見るんでもね。それからそうすると、この障子見てんの、壁見てんのも、それからあらゆるもの見てるのも、俺だけの見てる世界なんですね。決してみんなと一緒の世界を見てるんじゃないんだっていう、このことをね、よく考えてみなきゃ。そして言葉っていうんだって、全く言葉はいかにも通用してるようだ。例えば10万円貸してくれって言うと、10万円貸してくれるとすると、少なくとも10万円という言葉で通用したから貸してくれたんだと思うじゃない。しかしながら、その10万円に対する思いってやつは複雑回避だと思うね。そのとうとう書いてやったって思って書いてるかもしれないし、いやありがたかった、これだけでもって俺は生き延びることができたと思って借りるかもしれないし、貸す方だってこんなやつにくれてやれってこう思ってるかもしれないし、それともとうとうこの人も10万円ぐらいを借りに来るほど落ちぶれたかと思ってこうね、貸していくかも分かんない10万円の中身っていうのは複雑回帰だと思うよ。でもその微妙な点から言ったらね、そういう単に言葉で言い尽くせないものがあるもの。それでね、見てる世界も違や、喋ってる言葉も、これ私が喋ってると皆さんが聞いてるといかにも通用してるみたいだけど、通用していないから、これはあれなんだもんね。でその点ね、自己の生命っていうのは自己の生きる世界ぐるみなんですよ。もう決してね、分けられない。それで要するに、真と言ってもですね、内界と外界と分かれる以前の、その分かれた後からの、普通はね、分かれた後のその旅知心ですね、いろいろ知る心、そういうのが心だとこう思ってるけど、決してそうでない。もうそれは分けられない。でだから仏教でもって真って言った限りは、その生命体験する力と、それから生命体験された世界と、これがひとひっくるめの、そういう不分離の
分離することできない生命の実物、これを真って言うんだね。だから法って言ってもね、法って言うとまあ万法とか諸法とかっていうから、ちょっと見ると外界のあらゆる存在のように思っているけれど、これもだから決してその抽象的外界じゃない。法っていう言葉はね、これ生命体験するとされると同時的な世界だ。そういうのをね、法っていうんですね。つまり真と法とは決して二つには分けられない。それで万法唯一真とかね、それから真法一如とかっていう、こういうまあ仏教の言葉で言えばそうだ。そういうね、仏教の言葉を持ち出すのは毎度言うように、私がか あいつ勝手なこと言ってるってね、言われると尺だからね。それで仏教の言葉を時々こう引用してさ、決して私一人の考えを言ってんじゃないんだっていうね、ことを言ってんですよ。だからそういう言葉を覚えなくてもいい。で、今一心一切法、一切法一心っていうのは、だから結局どういうことかっていうと、生命として我々が生きてる時には、ところには必ず何かを生命体験して生きてる。だから生命は必ずその何かを生命体験するところに生きてると、こういうことね。それだから生きてるのと生命体験される世界とってパッと全く一つだっていうのを一心一切法っていうね。それから何かをこう生命体験するとこうして、そういう外界と私の生命体験する力と全く一つだって、こういう意味で一切法一心ってまで言うとね。だからこれ正伝式たれる心というのは一心一切法、一切法一心というんだ。これ正伝式たったんだ。仏法として一番大切な正伝式だったことですよ。で、これがどうしてね大切かっていうと、普通はそのあれなんですね、我々はそういう生命の実物からこう世界っていうものを抽象して、コップ一つでも同じコップ見てるってこう抽象しちゃうでしょ。抽象するっていうのはこう形を引き抜くってことだ。具体的な私の見てる世界、私の見てるコップ、あなたの見てるコップって、そういうのからね、こう両方からこう形引き出して、そして一応この抽象の中っていうのは引き出すってことだね。それは小っていうのは形だ。形を引き出して、そして同じコップとこう、そしてこのコップがあると、こういうふうに、だからこれは抽象的実在っていうんだよ。そしてそういう抽象的実在に我々あんまり慣れすぎてんだ結局、うん、その慣れちゃうからね、そういう世界、もう小さい時から慣れちゃうんだ。これも毎度お話するけど、このほやっと生まれてから お母さんの顔を毎日同じように見て、そうすると、いや小さい赤ちゃんはあなた今私たちの見てる世界と同じ、抽象的実在って言ったら同じ世界見てるわけだ。だけれど赤ちゃんはそういうその抽象する力がまだないからね、だからこれ何とも思っていない。そこへしかし人間の赤ちゃんはどうしても何らかの意味で抽象力が発達してきてるからね、ある抽象力が働いてんだ。そこへ持ってって同じようなお母さんの顔が現れるから、
これなんだか同じようだなと思ってに違いない。そこへそのお母さんがね、まあ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 って言って言葉を教えるもの、これがその誤りの根本なんだ。だいたいそのお母さんだってドイツのお母さんじゃないもん。昨日のお母さんとさっきのお母さんと今のお母さんとじゃ新陳代謝してるから、厳密な実物から言ったらもう違ってるんだ。それをいかにも同じような顔してまあ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 って言って言葉を教え込むでしょ。押すとまあまあっていう言葉と同時にこれお母さんだとこう思う。それでそういうのからだん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 発達して、そして言葉とともにこの世界がある。それでだからあの聖書のヨハネ伝にも初めに言葉みたいな、言葉と世界と一緒に創造されたわけだね。だけど今仏教の話はその点の本当の生命の実物だけの話をするんだね。じゃあ抽象力は実物じゃないのかっていうとそうじゃないんだ。抽象性、人間の能力としては抽象する力も人間生命力として実物だって、そこがね話がちょっと厄介になるじゃない。抽象を捨てりゃいいってもんじゃないんだ。人間の生命力としてはやっぱり抽象力が事実働いてる、これも事実なんだからね。しかしながらその抽象した世界それぐるみ自己の世界だ、自分だけが生命体験してる世界だ、そこが大切なんですね。これをまああの人一切自己っていうこと、あの私がよく言うけれど、この人一切自己、一切ぐるみの自己で、どっちへどう転んでも自己切りの自己を生きている、そういう意味で完結してる。ここが大切だね。こうするとね、そのどっちどう転んでも自己切りの自己だって、これまあそれはどうしたっていうような顔して聞いてちゃダメなのね。そのどっちどう転んでも自己切りの自己だっていうことは、これとにかく、ね、ありがたいことです。というのは失敗っていうことはありえない、不合格っていうこともないんだ。どっちか前方へ転べば合格、前方へ転ばなきゃ不合格っていう、これじゃ、これだからみんな本当のその座りがないわけだ。それでなんかおどおどしながら一生生きてんじゃない。でところが何おどおどしようと、どうしようとね、どっちへどうひっくり返ろうと、どうしても自己は自己を生きるわけしょうがないんだ、自己人の自己だっていう、そこがねその安心の決めどこですよ、仏教として。それでそのどっちへどう転んでも自己切りの自己っていうことは、そういうその大功徳が持ってんだ。それと同時にどっちへどう転んでも自己切りの自己だとしたら、これが俺にとって一番大切なことなんだなっていうことだ。これがあの絶対価値だ。これをね仏教の用語で、いや一大事っていうのね、一番大事なもんだ。いやよく一大事、因縁を諦めなきゃなんないってよく仏教の用語を使うから、あのこうすっとんじゃうのね。それをね自己の問題として、一大事っていうのは何かって、自己切りの自己、どっちどう転んでも自己切りの自己を生きるんだから、これが一番その大切なんだってね。で大事にして生きよう、この姿勢が大切なんだ。このそこでそのどっちにどう転んでも自己人の自己だって言うんで、絶対安心を
この絶対的な座りを持つと同時に、今ここで生きる姿勢が決まってくるもの。で、何不合格していけないってわけじゃない。不合格したってどうせ自己犠牲の事故なんだ、心配いらないんだ。不合格するとそのまた浪人しなきゃなんだ、そういう失敗はないんだ。不合格したら不合格したところで自己犠牲の事故なんだから、すぐ立て直っていいのね。そしてしかし今ここでどっちの方向を向いて生きるかっていうね、これ「四条無変誓願道」って「煩悩無尽誓願談」「法門無量誓願学」「仏道無常誓願定」ってね、私はいつこの会議の時初めと終わりに言うのはそこだ。それが狙いだ、根本的な。その狙いだけは見失わないように、これがそのあれですね、そういうどっちへどう転んでも自己犠牲の事故だっていうところに目を覚ますってさ、みんな目覚ましていないでさ、そしていいものって、金がありがたいと思ったり、地位がありがたいと思ったり、出世がありがたいと思ったり、エリートコースに行くのがありがたいと思ったり、こんなあの見当外れのことをね、ありがたいと思ってるから、それでダメ。で、仏教の、だから仏教として一番根本的なところは、だから一心一切法、一切法一心っていうね、これ本当にそのどん底から分かるっていうより、そこへ座り込むことだ。それでだからね、自分のあの私はほにゃって生まれるときに俺の世界を持って生まれてくんだ、俺自己人の自己の世界を持ってね、そして自己人の自己の世界で生きて、そして死ぬときは自己人の自己の世界を持って死んでくんだよ。だから心配いらないのね、死ぬの怖くてしょうがないと言って、その死ぬの怖くてしょうがないって思い、それぐらいに死んでっちゃうんだから。これもうだからこういうの欠場の説ってね、もう決定的なんだ、動かしようがないんだ。この欠場の説だ、真相を表すっていう、欠場の説を言わないやつは偽坊主だっちゃう。欠場の説を言う人間だけが本当の真相って、本当の凡さんだって、あの衝動感に出てくるけど、この欠場の説だけが大切だ。あれ、いや悟りは迷いまでこれ合格不合格の話にしてるじゃないか。なんとかいいとこ悟って、そしてその俺が偉くなりたいって、それも合格不合格でしょ。何、そんな合格不合格の話じゃないんだ、初めから仏教の話は。でどっちへどう転んでも自己切りの自己は生きる、ね、だから自己の拠り所は自己のみなり、これ仏教の根本だもん。ところが これがだから常識の世界から言うと、これが非常に不思議な話に聞こえるんだから、妙なもんですね。これが生まれて以来の教育って言って言うけど、何癖をつけちゃう、間違った癖を。まあ、あのそれが 一心一切法、一切法一心の話、それが根本になって今日の話も出てくるんだから、このゆえに個人の曰く、もし人心を識得すれば大地寸土なし、知るべし心を識得するとき外天木落し装置劣発。要するにこういうね、生命の実物を識得すれば、生命ばかり、それで生命ならざるはなし。今私が生命生命って言って
って言ってるけど、単にこれ肉体的生命じゃないですよ。もう私を生かしていると同時に一切を生かしている力、一切を荒らしめている力ね、また一切を死なせる力、一切を分解する力でもあるね。そして知るべし真を識得するとき、外天木楽し装置連発、これ生命ばかりで天地それぐるみ生命。そしてあるいは真を識得すれば大地さらに厚さ三寸を増す。だからそういうね、生命を識得したら、ほら世界の厚さが三寸増す、変わって見えるところがあっていいわけだ。どうせね、それでも生命ぐるみ、まあこれはここまでは、まあ前回に話してきたところです。でその次、孤独いわく、そもさんかこれ明星明神。これはね、イさんという人が鏡山に向かっての問いです。そもさんかこれ 明星明神言ったら、鏡山が千が大事実滅精神と言ったのね。で明らかに知りぬ、神とは千が大事なり実滅精神なり、要するに神っていうのね、今私の言葉で言いや生命だ、これはもう千が大地、今私が生命体験し見ているところの、見ているままの千が大地だ、それから実月精神なんです。しかあれども、この同種するところ、進めば不足あり、退くれば余れる。これはね、進めば不足あるとか、プラスすればマイナスになっちゃう、退くれば余れる、マイナスすればプラスになるってことですね。これで思い出すのは、沢木老師がね、バスに乗ってたら、そしたら遊び人風の人が前に乗ったって言うんです。その人の顔を見てたら、なんだかおかしいと思ってよく見たらね、この眉毛をこう剃ってね、そしてこの上こうもう一つ眉毛をこう偉そうにこう強そうにこうもう一つ入れ墨してあったっていう。そういや、その人の生地の眉毛は少しのこう下すぎて間が抜けて見えたの、それをこうもう一つこう入れ墨にしていかにも強そうにしてたっていうのね。しかしあれ病気したとき困るなって、病気してこれ剃ってりゃいいけど、剃っていないとこれが伸びてくる、そうすると2人が死って4本眉毛できちゃうじゃないかって沢木老師も余計な心配してたね。それでその間、進めば不足ありだ、要するに余計なものをもう一つやるとちょっと人間の顔として不足になっちゃうね。だから退くれば余れるって、これもあれですね、よくまあ謙遜する人が来るね、時々。この謙遜っていうのも美徳には違いないけれど、俺卑下っていうかコンプレックスっていうのに なっちゃうと、これ一つの病気だもん。これこう身を引くっていうのは退くんだね、退きすぎるとこの一つの病気っていうね、一つ余ったものが付け加わるじゃない。要するに大切なのは実物通りっていうのが一番いいんだ。それでだから、千が大地神は千が大地のみなり、さらに波浪なし風炎なし、要するに千が大地というのは、これは実物のみで、そして
実物以上に頭で何者も付け加えない。この実物以上に付け加えるのは頭で付け加えるんだから、人間ので、千が第一は千が第一のみだ。波浪なし、風炎なし、何も付け加えない。で、つまり頭手放しのところでただ見てるっていう、それが大切だ。ところが頭手放しで見てる何や、波浪それぐるみが、波浪風炎それぐるみが線が大事だ。これどうしてもその波浪風炎が邪魔だっていう、それだけは余計な、また付け加えなんだからね。それさえも手放しになったら波浪風炎もそのまんま線が大事っていう、そういう道理がある。それから実月精神は実月精神のみなり、さらに霧なし霞なし、実物以上に頭で何にも付け加えられない、頭手放しで見ている限り実月精神は実月精神であって、それ以上に霧とか霞とかっていうのないっていうのね。私毎日その宇治川辺り散歩してるけれど、あれ大垣にいた時は、大垣はね、あれスカッと晴れるとこなんですね。青空が出る、でとっても青空気持ちがいいもん。ところが今度この京都の方へ帰ってきたら、京都は大垣に比べると非常にその、霞っていうかもやっていうか、いつもぼーっとしてるね。外にあの宇治川べりっていうのはお茶がね、玉露が取れるくらいだからね。玉露っていうのあれするのは大井茶って言ってね、今あの私のうちの私の部屋の前も後ろもあのお茶畑真っ暗にしてありますよ。すべてをお茶こう日の光をよけてね、そして真っ暗にして、その中でこう柔らかい芽が出てくるんですね。ああいうこう覆いを作るのは、頭働かしたのはあれですね、霧や霞があるもんだから、そして、柔らかい芽が出てくる。あ、これだなってわけで、ね、人工的にまたあれしてんじゃない。今日はお茶摘みやってるけど、それでその宇治川べりこう見て、あの空見ながら私いつも歩いてるんだ。大垣の空に比べるとどうもこうスカッとしないなって、それだけ余計だもんね。そうつくづく考えた。それでこれ雲ぐるみの大空、この雲ぐるみの大空っていうの、これをまた楽しむところがあるね。それでいいんだ。そうするとね、さらに霧なし霞なしで雲ぐるみの霧なし霞なしだ。この霧や霞や邪魔だって一生懸命どけようって、それだけはまた余計なんだから。で、生じ古来心は生じ古来のみなり、さらに明なし語なしっていう、迷いなし悟りなし。この迷いだ悟りだっていうのは、要するにまた頭の分別がつけたんです。悟りっていうのは分別を取り除いたとこって言ってね、それでどうしても悟らなきゃなんないと、それだけ余計なんだ。あの本当に悟りも迷いもこれ、悟り迷いっていう分別付け加える以前のところ、それが大切だ。そしてそういうのは生じ古来心は生じ古来のみなり、さらに明なし語なし
障壁我楽心は障壁我楽のみなり、さらに米なし水なし、これ東山大師に相当、いかなるか古物心、古物の頃ですね、いかなるか古物心というと、東山曰く障壁我楽、昔からの仏さんの頃っていうのはどういうもんだったら、障壁我楽って言ったっていう、この壁だとか、そのああいう石ころね、瓦とか石ころ、あれが仏さんだっていうからびっくりすっちゃう、常識ではね。だけどびっくりしなくていいんだ、障壁我楽。そしてしかも泥なし水なしって壁ってや泥をこねて泥を水でこねたもんだと思うけれど、壁は壁だけであって水とも泥とも言わなくていいってこういうことね。で、次第御恩心は次第御恩のみなり、さらに間なし猿なし、この次第っていうのは治水家風、それから御恩というのは四季十相行四季ということなんだけれど、そういうまあ仏教の用語はどうでもいい、結局はそのこの生理的心理的生命のこということだ。次第御恩心は次第御恩のみなり、こういう肉体持ってそういうこういう心理的心を持ってる、これはそれだけなんだ。それでさらに間なし猿なしって、これ伊庭真言っていうね、これ伊庭真言、そう煩悩妄想を起こさなくていいって言うんだ。これはまあ、上州和尚に相当、世界いまだあらざるに早くこの章あり、世界得するときこの章得せず、がなるかこれ章、要するに世界が全くできる以前の時、そういう時にこの章がある。それから世界が壊れてもぶっ壊れてもこの章はそのびくともしない、そういうような章っていうものね、どういうもんですかと言ったんですね。そしたら上州いわく次第御恩、このこういう今我々が住んでるような治水家風、それから四季十相行四季、ね、このあらゆる物質や我々の心だ、こういったわけ。もしたらそういわく、そのこんなもんがね、その小ってこれですよ、小って言います、仏性の小、法性の小、これは不快の儀ってこういうのね、ちっとも変わらないもん、これは次第御恩って言ったら、それはまあ壊れるじゃないですか。こういうの今私が聞いてるのは絶対に壊れないものは何ですかって聞いてんですってこういうね。これはなお得するっていかなるか、これ不恵の章、こうしたら周囲は次第御恩、また二度目も次第御恩って上州が言った、このそういう問答から今次第御恩っていう話が出てくるわけで、今、述べてきたね、その千賀大地、実月精神、生じ古来心、障壁我楽心と、まあそういうようなものはね、結局実物は実物として見りゃいいんだなと、まあこれ余計なものを頭で付け加えないで実物通り見りゃいいんだなと、これはまあ一応その我々話として分かるじゃないですか、皆さんもね、私も分かる。ところがね、ちょっと これから言うのはちょっと問題よね、さ
四大五音神は四大五音のみなり、さらに馬なし猿なしとこう言われるとはてなって思わざるを得ないよな。今深淵という言葉がこの我々のこの体この思いそのまんま四大五音神は四大五音のみなり、これでいいんだ。その実物通りであって威馬深淵こうぴょこぴょこ飛んで跳ねるこういう煩悩妄想は全くないって言われるとね、今度それを今度自分に当てはめて考えてみるとちょっとこれ問題だね。我々実いつでも威馬深淵なんだから。でこの場合になってだから外界の話だといいんだけど俺のところに持ってこられるとちょっとこう問題になる。それでですねここに問題が起こるわけだ。のこれはどうしてもやっぱりうんと修行して悟りでも開いてそれでやっぱり威馬深淵というそういう心煩悩妄想すべてこう掃除してかかんなきゃやっぱりダメなんだなと思うじゃない。でその辺がね、道元禅師の座禅は只管ただってただ座れで決して悟りを待つんじゃないってこう言われるけどやっぱり悟らなきゃダメなんだなって、これねまあ在家の人たちはちょっとその点そう責任持たないでいいけど宗門の盆さんなんかちょっとその辺が責任持たなきゃあんないからね、それで修行して して俺自身が全く威馬深淵何もなくならなきゃダメなんじゃないかなってそうだから宗門の盆さんはその辺が問題になってくるんだわ。そして見ると道元禅師もやっぱり信心脱落信心って言って悟った、はい、やっぱり信心脱落して初めて首相一如ただ座る正常の主ってこともあるんで、それで我々が全く悟りもしないやつがただ座るって言ってもダメなんだ、あるいは首相一如とか正常の種とかって本性明種とかって言ったってこれは要するに一応の建前の話じゃないかって、これまた宗門の盆さんとしてはひそかに考えてるやつ多いんだ。建前としてはね曹洞宗の盆さんとしては臨済禅と違って、悟るんじゃないんだ、首相一如だからただ座りゃいいんだとこう言うんだけれどそれに本当に信念を持ってただ座ればいいって言えない坊さんが多すぎると思うよ。それで結局の話まあ陰足仏法ぐらいでいこうかってそういうことになっちゃうな。でこの辺のところね、本当に大切なところだと。で、まあその辺とっくりねお話ししてみたいんだ。本当に悟ってからいわゆるの修行をした挙句にパッと悟ってそれから以後初めて首相一如ってこともあるもんかどうかっていうね。でこれについてねまず思い出すのはね大くつま経っていうねお経があるんです。でこの大くつま経っていうのはとっても深刻な話が書いてある。で私中学時代にから仏教の本を読み始めたけどその頃にちょうど大くつ
妻帳を劇に書いて本に出てたのを覚えてるけれど、確かに劇になる話です。それはね、その物語っていうのはどういうのかっていうと、お釈迦様がご在世の頃です。で、遮衛国橋の国王の時代が、その頃にね、あるバラモンの弟子にね、バラモンの一番弟子に大クスマっていう人がいた。この大クスマっていう人は、よっぽど気は優しくて力持ちって、いう人だったと思うんですね。とにかく若い頃はアヒンサーって無害で呼ばれたっていうくらいだからね。アヒンサー、無害っていうのは害することなしっていうのね、人を傷つけることを全くしない、非常に気の優しい人だった。しかしながら力持ちで堂々としていたんだ。それでね、そういう人だったもんでね、そのバラモンのね、死のバラモンの奥さんが常々大楠間に思いをかけてた。そしてある時、その死のバラモンが留守になった時、そのバラモンの奥さんが大楠間をね、自分の部屋へ呼んで、そして言い寄ったわけですね。ところが、これ昔のインドっていうのも今の我々の社会と同じように、随分そのよろめき婦人がいたと見える。そして大クスマは驚いてね、そのとんでもないね、お師匠様って言えば父、お父さん、こうすればお師匠さんの奥さんって言えば母、それをね、そういう不意のことをすることは絶対できませんって言って、もう言ったんですね。そしたらね、バラモンの奥さんが言うのに、飢えたる者に水を与え、飢えたる者に食物を与え、乾いた者に水を与えるのに、どうしてね、そんな悪いことでしょうって言ってね、なお口説いたわけだね。今のやつもそう言って口説くんじゃないのかな。と、しかし今のやつは大概スウェーデン食わぬは男の恥ぐらいのことでそう出来上がっちゃうけど、大クスマはそういう人じゃなかったんだね。で、絶対にそれは拒んだんだ。そうすると師匠のその夫人はですね、その拒まれたことに非常に深く恨んで、そして自分の着物をズタズタにこう引き破って、そして中でこう引っかき傷もね作って、そして師匠さんが帰ってきた時に、今あなたの留守中に大クスマに犯されて こんなひどい目に遭いました、私はもう生きていられませんって懺悔をしたわけ。こうしたら師匠のバラモンもその嫉妬でもってカンカンに怒ったけれど、大クスマ、若いし力は強いし腕力ではとてもかなわない。それで、よし、間違った道を歩ませて、そして生きてるうちには刑罰を与えられ、それで死んでからの地には地獄よとしてやろうと、そう思ってですね、そして大クスマを呼んで、お前はもう道のその洞窟まで、修行した、しかしあとたった一つのことが残されている、それはこれから人を100人切り殺して、そしてその殺した人間から指を取って、でその指をこうつないでですね、そのケマンにして、それをこう首飾りにしろ、そう言ってですね、
このよく切れる刀を渡したんだ。奥妻はびっくりしてね、こんなとんでもないことを、私ができないと思ったんだけれど、師匠の言うことは間違いがあるはずがないって、これ非常に純真な人なんだね。今のアメリカ人のヒッピーみたいで、それこそ今のアメリカ人のヒッピーの人たちも純真なの多いもんで、そのみんな師匠に言う通りやって間違ったことをやってるの多いもんね。これなんて言っても、今アメリカに例えばインド人も行ってるし、チベット人も行ってるし、そしていろんなことを行を教えてると、アメリカ人の若い人たちは本当かと思ってやってる。その点でね、罪は深いと思うよ。のそれはね、何て言ったってね、東洋のチベットでもインドでもシナでも日本でもっていうのね、これはもうちょっとそういうその精神的領域じゃちょっとすれっからしのところがある。で、生のバカのことあるもんかいってね、日本人なんかそれがもう慢性になっちゃってるから、だから宗教って、何も私は宗教信じてませんってやつがばっかりなんだから、これ結構なんです。ところが今のアメリカ人はそういうふうにあれじゃないからね、純真に何か本当のものを求めたい。いや、なんとかっていう、チベット人かインド人かの、あれが行って、アメリカに行って、いろんなことあれしたら、その挙句に、バカにたくさんの弟子作ってんだね、なんとかっていう人だ。そして、とうとうあれ、あの人間のしょんべんまで飲まされちゃったって、そういう行までさせられるんだからね。私その点はアメリカ人中の純真だと思う。で、オークスマなんかでもその点純真なんだ。まだ全く疑うことなしに師匠の言うことだったら間違いであるはずがないっていう、そう思ってね、それでまあその刀持ってって町へ行ってですね、まあ、100人殺さなきゃあんないって、一日のうちに100人殺さなきゃあんないって言ったら、そんな閑静なとこ行っちゃダメだから、にやなとこ行ってやったに違いないけど、とにかく一人殺してみたんだね。そしたら血を浴びて、そして、赤い血っていうのは非常にこう頭がカッとくるらしいんだね。それで一人殺したらまた二人殺した、三人殺したって言って一生懸命やってた。そしてその指を取って、そしてこう首飾りにしながらねやってた。そうしたらまあそのあれは本当に悪鬼そのものだ。それで夢中になってやってるところで町の人はびっくりして逃げ惑ってですね、そして大奥様のお母さんとこ行って、あんた今あんたの息子さんはこういうことだっていうのを知らせに行ったやつもいる。お母さんはびっくりして出てきた。それでなんとかそういう大奥様にやめさせようっていうね。またある人はお釈迦さんの方へ飛んでって、今町でこのそういう大奥様がその辻斬りやってますって言ってね、お釈迦さんにも知られた。それからまた橋の方のところへもすっ飛んでったやつもいる。今度は一番初めに来たのがお母さん。それでもう奥様は99人まで来た、もうあと一人っていうところへお母さんがやってきたんで、どうしようかと思ったけど、まあしょうがない、もうお母さんのあれ首をはねて、そしてお母さん その指で持って、最後を成就しようとこう言うと、そこへお釈迦さんが来られて、で大奥妻のお母さん母殺しまでさせてはならないって言うんで、お母さんと大奥妻の間にこう立たれたわけですね。ところが大奥妻はそのお釈迦様の
静かなお姿を見てね、動けない。こうしてこのシャモン、そこをどけって、動くなって言ってもね、いや、わしはじっとここにいると、立ち回りしてんのはお前ではないかってお釈迦さんに言われて、それで奥様は汗たらたら、そうして動けないところをお釈迦さんが順々とね、お前は間違った行をしている、師匠に騙されて間違った行をしているんだ、母殺しをしてはならないって言ってね、教えられたんですね。そしてこの奥様お釈迦さん、これまあ私が言ったってダメだお釈迦さんのその静かな威厳のあるお姿で、それで、汗は流れ、そしてとうとうヘタヘタっとそこへひざまずいて、そしてどうぞ私をお救いくださいとね、間違った行をしてるって言われたもんだから、どうぞ私をお救いくださいって愛したんですね。そしたらお釈迦様が祇園精舎に大くすまを伴ってお帰りになって、そして順々と教えられた。そしたらそこでもって大くすまはね、悟り開いたって言った。そこへね、この遮蔽国の波州の国王も兵隊引き連れて、兵隊引き連れてなんて言うために一番遅れたんだねそれで現場行ってみたら、もう大くすまお釈迦さんのに連れてかれたって言うんでね、それで波州の国王は祇園精舎へやってきたわけです。そして お釈迦さんに会って、大くすまどうしましたってところが、お釈迦さんがもう彼は手髪を掘って、手髪っていうのはひげを手、これは頭を髪ですね、手髪を剃って、そしてもう立派な盆栽になっているって言われた。それで事実を奥様に出会ってみたら、もう悟り開いたから相応が違うね。それで立派な盆栽だ。それで橋の子もこれは刑罰与えるより引っ取られてって刑罰与えるよりお釈迦さんにお任せしようって、では世尊どうぞよろしくお願いしますって言って、お釈迦さんに預けて帰った。そうしたところは盆栽になったら、もうその翌日からちゃんと宅発に出なきゃならない。それで奥様はその翌日遮蔽国の町へ宅発に出てったわけだ。そしたら、あ、大くすまだって一人が言い始めたら、あ、大くすまだ大くすまだってみんな大騒ぎになっちゃってね。ほいで、また今日もやる、辻斬りかってんで逃げ惑って行った。ほいで、また大くすま来た、大くすま来たっていうところへね、ちょうど、お腹の大きい、婦人が、女の人がいたんだが、その妊婦が「奥様来た」って言ったんで、あんまりびっくりしたんでね、急にその産気づいて、まだ出るべき時じゃないのにこう産気づいちゃったんだから大苦しみ始めたのね。そうしたらその人々が「これは奥様のせいだ」って思うのってみんながまたわわわわ大騒ぎになって、奥様これまあこれ逃げて帰らざるを得ないになったんですね。それでまた祇園精舎へ帰ってきて、お釈迦さんにそのことを申し上げて、私はとても宅発に出られませんってこう言った。そうするとお釈迦さんがね、大くすまはもう一遍その散布のところへ行って、わしは生まれて以来摂政したことがないと言え、そしてそれが本当、これが本当ならあなたは安産するであろうと言ってやれと、そう言ったのね。
奥妻はびっくりしちゃって、私はそんな文言まで言えませんその私はもう殺生をたくさんやってきた、やった人間な、昨日やったばっかり、それを私は生まれて以来殺生したことがないなんていう、そういう嘘は言えませんって言ったら、お釈迦さんがそうでない、そうでない、生まれて以来ということは、その道に入って以来とこういうこと、本当道に入った時に本当に生まれた、それで道に入る前